趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はシャオミの 13T Pro、 これね、実はライカが入っているものとそうでないものがあるので、カメラ性能とかね、どういう感じで違いが出るのかっていうのをお話ししていこうと思います。じゃあまずちょっと前提のところですね、お話をしていきます。まあ、詳しい人なら知ってると思うんですけれども、 13T Pro ですね、これ日本でもソフトバンク版だと結構レンタルで安く買えたりとか、あとは SIM フリー版でも Amazon とかで結構安く買えたり、タイミングによりますけれどもあったと思うんですよ。でそれがですね、実はグローバル版に関しては基本的にはライカのカメラがですね搭載されています。ただ日本とか、あとは日本以外の国でも一部の地域ではライセンスとかの関係で、ライカがついてないです。なのでデザイン的にはですね、こんな感じでカメラのところに500メガピクセルって入ってるんですけれども、ライカ入ってるグローバル版に関してはここにライカって書いてあるんですね。そういう違いが少なくとも見た目ではあると。でカメラ性能がどれくらい今実際違うのかっていうお話ですよね。早速今これ違いがわかるかなと思うんですけども、実はこの 13T Pro ですね、ライカと入っているグローバル版と日本版で撮っておりますが、いかがでしょうか。おそらく動画に関してはそんなに変わらないかなと思うんですけれども、主に大きなトピックとしては3つあり、観点ありますので、ちょっとお話をしていこうと思います。では撮影スタイルをいつものに戻して、このライカ入ってるやつと入ってないやつですね、一番基本的な違いとしては、バイブラントモードとオーセンティックモードというものをライカ搭載のね、スマホに関しては使うことができます。これ、シャオミ詳しい人だったらもう知ってるよって思うかもしれないんですけれども、一応解説をしておきます。で個人的にはこれ目につきやすい違いではあるんですけれども、まあそこまでライカ搭載の大きなメリットではないのかなと思っておりますけれども、ちょっと紹介しますね。カメラ開くと、この右上のところにライカ小さくなんか書いてあると思うんですよね。でこれが今ライカバイブラントを使っておりますよと。でこれをタップしてやるとライカオーセンティックモードに移行することができます。でこれはですね、例えばまあ通常の写真もそうですし、ポートレートとか、夜景モードとかですね、これ使うことができるので、まあ、実質通常のそのライカ入ってないシャオミと比べると、2倍のバリエーションが楽しめますよみたいな触れ込みとなっております。じゃあ実際に撮った時にどういう違いがあるかっていうと、これも皆さんご存知かとは思うんですけど、例えばこの画像を見てみましょう。一番左がオーセンティックモードで、真ん中がバイブラントと、そして一番右が通常版のシャオミですねっていう感じとなっております。もうこれ違い見ればわかると思うんですよ。で続いてのストリートフォト的なものもこれですね。明らかにこうオーセンティックモードの方がシックというか、特に白と黒の表現が変わっているんですかね。あとは食べ物ですね。食べ物も基本的にはオーセンティックモードは避けた方がいいかなというのがわかるんじゃないでしょうか。ちょっとね、飯まずな感じに悪く言うとなるんですけれども、まあ、これはね、ちょっと調整が必要でですね、まあ、場合によってはオーセンティックで撮った方が良かったりもします。まあ、個人的な経験上ですけれども。あとは夜景ですね。夜景も基本的には、まあ、バイブラントで撮ってもらった方がいいかなっていうのがわかると思います。まあ、これもちょっと場合によるんですけれどもね。で続いても他もこれ見てもらえれば違いとかわかりますかね。ちょっとオーセンティックモードの方が、まあ、油絵っぽく、若干塗り絵っぽくなってるっていうのがわかると思います。次にじゃあ日本版と比較した時にどうかって話ですよね。一説によると、ライカバイブラントがそのライカ入ってないシャオミの、要は日本版ですね。イコールなんじゃないかっていう説があるんですけれども、まあ、個人的な印象としては、バイブラントとオーセンティックの中間が日本版とかライカ入ってないシャオミなのかなっていう印象がございます。でこれちょっとね、後でまた解説をしていきたいんですが、まあ、この、そもそもね、バイブラントモードとオーセンティックモードの2つの切り替えってどうなのっていうことが、疑問としてあると思うんですね。モードの切り替えちょっとめんどくさくないですかっていう話。まあ、確かにそれはあるんですけれども、まあ、2段階ぐらいはちょっと切り替えとかね、ちょっと工夫してもらうっていうね、あえて手間を買うみたいな楽しさってあるじゃないですか。例えばキャンプとかも、あえて手間を要は買ってるみたいな感じなんで、そういう楽しさがあってもいいのかなと思います。もちろんスマホでなんかいろいろマニュアルで全部ね、露出とか、調整するっていうのはさすがにちょっと違うかなと思うんですけれども、この 2段階ぐらいであれば楽しんでもいいんじゃないかなというのがあります。オーセンティックモードってそんなにこう実用性があるわけではないっていうのがないですし、まあ少なくともその通常版のシャオミと比べると明らかにテイストが違うっていうのがわかると思います。なんで、まあ普段よく使うですね、このライカバイブラントと日本版ですね、どういう違いがあるのかっていうのをお話をしていこうと思います。まあ結論から言うと、バイブラントの方がさらにこう明るく着色薄めで、まあ鮮やかに撮れてるんじゃないかなっていうのがわかると思います。まあかなりビビたる差ではあるんですけれどもね。なんでこういった、例えばモノレールとかも比較的こう、まあバリエーションありますし、こういったお魚とかもですね、熱帯魚的なやつですね。これも、
比較的色は鮮やかに取れているというのがわかると思います。焼けに関してもちょっと微々たる差でありますけれども、バイブラントの方が明るい感じはしますね。たまにこう明るくすぎちゃっておかしくなっちゃう時のリスクもあるんですけれども、違いとしてはそういった感じがございます。確かにそう、オーセンティックはストリートフォトとか物撮りとかするときには結構おしゃれな感じに撮ることができるんですけれども、なくてもそんなに実用上はそんな大きな差はないかなと、日本版でもね、ないんじゃないかなと思いました。で、続いて、やっぱね、ライカで一番いいのが、このマスターレンズシステムというものを搭載しております。これがね、ライカモデルの一番のメリットだと思います。もうとにかくね、カメラを向ければ、このレンズを向ければ、それっぽい写真が撮れるっていうのがね、この、ライカモデルの恐ろしさですよ。やり方としては、このポートレートモードの中のモードの切り替えみたいな、仕様となってるんですね。ポートレートをやって、この左下のボタンを押してあると、いろんなモードが出てきます。例えば、ドキュメンタリーとか、渦巻きボケとか、ソフトフォーカスとかが、ありますので、ちょっと画角とかエフェクトがちょっと違うみたいな感じなんですよ。なんで、画角とかに合わせて使ってもらうっていうのがおすすめでございます。注意点としては、この 13T Pro に関しては、このマスターレンズシステムの、普通の 75mm で撮るね、モード、ポートレートモードっていうのが、例えば14シリーズとかだとあるんですけども、それがないっていう特徴がございます。これなくてもそんなに大きな影響ないと思うんですけど、この 75mm のポートレートですね、これがないと。例えば、作例としてはこんな感じですね。とにかく、特に物撮りというか、とか照明とかを撮ると結構いい感じになりますよね。これドキュメンタリーっていうモードで撮ってますし、あとはソフトフォーカスですね。ソフトフォーカスも、そういう照明とか、光があるようなところで撮ると、おしゃれな感じで撮ることができちゃいます。とにかく語彙力がちょっとなくて申し訳ないんですけれども、雰囲気がある感じに撮れるっていうのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。なんとなく撮ったストリートフォトとかも、これがちょっと私のセンスとかどれくらいあるのかっていうのはちょっと非常に不安ではあるんですけれども、少なくともいい感じにはなってる、ぽくはなってるっていうのが分かってもらえるんじゃないでしょうか。で、じゃあ、日本版のシャオミだとどうなってるかっていうと、ポートレートモードに当然あるんですけれども、当然マスターレンズシステムがないですよと。あとは、この一応ポートレートも当然ね、いいんです。近いような写真で撮れる場合もありますけれども、やっぱりうまくピントが合わなかったりとか、そもそも画角が合わなかったりとかっていうのがあるので、やっぱりそうですね、マスターレンズシステムは素晴らしいと個人的には思っております。最後のカメラ性能というか、機能の違いとしては、ライカフィルターがライカのモデルに関してはついてますよというねでございます。個人的には、これもそんなに実用性は高くないのかなっていう印象がございますけれども、このフィルターのところですね、映ってありますと、ライカに関してはこのライカビブとか、ライカナットとか、いろいろ入ってると思うんですね。で、ライカって入ってないやつに関しては共通っていう感じなんですよ。今、ライカ入ってないやつ、一番横のところ行くと R600 っていうフィルターになってると思うんですけれども、ライカのものに関してはですね、このライカのやつが一通り終わったら R600 になって、それ以降は共通みたいな感じとなっております。で、違いとしては、その白黒系ですよね、特に。この着色強めにするエフェクトもありますし、こんな感じで。この BW って書いてあるやつは、基本的には白黒のエフェクトですかね。そういうのが、非常にいろんなバリエーションね。例えば、ブルーを強めにしたやつとか、あとはセピア調のやつとか、本当に白黒のやつとか、そういうのが入っております。なんで、もうザ・白黒みたいな写真を撮りたいときは、HC って書いてあるやつですね。でもいいと思いますし、ちょっと雰囲気を出したい場合は、このブルーのやつとか、あとはセピアのやつ、これですね。こういう感じでやってやると、いいんじゃないかなと思います。撮影モードですね、先ほどお話したオーセンティックモードと組み合わせると、相当こうおしゃれなやつ作れますけれども、正直私はですね、うまく使いこなせておらず、なんで白黒ですし、実用性は薄いのかなというのがございます。違いとしては以上ですかね。この撮影の時の、設定の内容とかも、このライカのやつがあるっていう以外は、グローバル版でも日本版でも同じとなります。カメラ以外のところで言うと、ロムですね。標準で入ってるロムが、こちら当然日本版。日本版に関しては日本のロムでして、海外のもの、ライカ入ってるやつはグローバル版になります。なんで、グローバル版の方が基本的には OS のアップデートとか早いと思います。例えば、ハイパー OS とかも、直近で出る、予定ありますけれども、日本版に関しては結構遅れるんじゃないかなという予定なんで、そういった違いもあったりはします。
結論としては、そうですね、ライカ版の機能の実用性っていうのはそんなにないですね。まあ、マスターレンジシステムはでかいと思いますけれども、そこも、まあ、実用性があるかっていうと、まあ、微妙ではあるんですよ。まあ、なんで、ライカモデルをですね、無理して、例えば海外から取り寄せて買うほどではないのかなと思います。ただ、撮影ね、今話した3つ、いろいろ楽しくなるのは事実でございます。現状も、私もいろいろちょっと活用法的なものをお伝えしましたけど、まだまだ研究途中なところはございまして、まあ、逆に言うと、それくらいのこう、掘れるね、ポテンシャルがあるライカのカメラということで、まあ、もしね、活用法とかあったら、この動画で教え、あの、この動画のコメントにですね、書いてもらえればと、ライカモデルとですね、私も、勉強させてもらえればと思っております。はい、今回に関しては以上となります。このチャンネルではこんな感じで、中華ガジェットのレビューとか活用法とか、表面的なレビューじゃなくてもっとなんかいろいろこういったね、ライカモデルとの違いとかライカモデルの活用法みたいな、できるだけ掘り下げてお送りしたいと思っておりますので、ぜひそういう情報興味ある人はチャンネル登録して待っておいてもらえればと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。